疲れたかな。いや、俺な、それ当たり前だと思うやんか。それで知るやん、痛みって。あ、俺悪いことしたら叩かれんねやみたいな。痛いからこういうこと俺も人にしたらあかんなとか、そういうのができるけどさ、今そんなんないから備えなっていくと思う。例えば人刺したとかな。てかもう、ええこと悪いことが区別できんねや。そうそうそう、やっぱりその俺らの、まあだから新太の中学校にもおったわけやんか、そういう先生は。俺らの中学校にもおったやん。大正中にも片潮中にもおったわけやん。奈良の、うん、お前どこ中？梅中です。はクソか。何ですか？え？何ですか？うん、梅中な。梅中、うん、梅中、梅中。平岡おもんな。平岡さんはちょっといてないですか？わかんないです。強そうや。いや、梅中どうやった？おった？そういう熱血先生。熱血先生おった？熱血先生。そうやって、お前ちゃんと言ってましたよ。うん、高生言う先生叩き回されました。うん、でもな、中にはな、でもほんまに家庭の事情とかで殴る先生も。でもあ、まあそういうのがもう八つ当たりみたいな。うん、おるおる、そんなやつも。いや、まあ、俺は思うねんけど、先生かって人間やから、まあイラついてる時もあるやん。そういうのも俺必要だと思うよ、はっきり言うて。まあ理不尽やで、そら。それでほんまもう骨折るぐらいボコボコしたらあかんで。せやからな、ちょっとイラついててさ、先生、怖い先生ピリピリしててさ、はい、バーン叩かれたりってあるやん、たまに。そういうのって覚えるやん、空気読むみたいな。なんかこう、あ、今この先生に酔ったあかんなとか。いや、俺はもうしばき返しますけど、絶対。うん。そうやな、まあな、まあ理不尽なことやったらな。うん、せやけどやっぱりな、俺らこの年になってからいかんよな、でも、うん、この年になって分かるけどな、でもやっぱ年取っていったら、うん、ああやっぱり、うん、その時はだからな、こっちかってムカつくいって先生立てつくこともあるけどさ、うん、今の年になってやっぱ先生ようやってたと思うやん。うんうん、今思いますよ、うん、すごいなみたいな。ほんまほんま、先生もやっぱ覚悟いると思うし、頑張っとったな、どつくのもな、うん、そうそうそう、向こう思いたいですもんね。うん、その今のな、なんかこうシステムあかんよ。おかしいな、もう PTA がクソやねん、多分。そうそう、クソ。パンニャも言ってたけど、 PTA は、なんつったっけ、クソやろ。え、なんていうか、PTA はいつもか、なんて、なんか言ってたな、歌で。まあ言ってたけどさ、 PTA はクソやと思うで、俺も。だから PTA がごちゃごちゃ言うんやろ、だから結局は。うん、だからその言うたら PTA のなんか会長とかって結構おとろしい親とかなったりするやん。なったりする、うん、うわー、そのなんか、あの絶対に息子はお坊ちゃま。そうそう、おるおる、おかんは赤い口紅で眼鏡かけてますみたいな。そうやったら、こう、そういう人ね、うちの何々みたいな。そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。先生どうなってるんですかみたいな。もう俺、ああいうおかん、あの、俺らの中学校いらなかったですけど、見たらもう絶対にいつもテレビとかでよう出てきますよね、うん、ドラマとか GTO とかやろ。そう、うん、もう絶対しばきましたよ、思いますけど。わかるわかる、うん、そういうのも俺やっぱあると思う、やっぱり。あの、聞こえました、みんな。聞こえました、ちゃうかったでしょ、俺、うん、音聞こえました、聞いておく。それはもう今はもううちのもうそろそろシーンとかブー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 こき回してんすよ。違いますよ、新生ベースっす。これで俺劣化しとんねん。まあね、たまに入ってるから聞いといて、まあ、よしよし、 G ブロックの音源もよしよし。あの、死んだら変な音聞こえるんで、今ちょっとたまに聞いて、くっさっ、ほんでくっさっ。やばいわ、もうこの臭さ。まあまあ、ほんでね、まあ、それ思うわけ、俺。え、どうなんかな、でも奈良県以外の他の都道府県って。いや、一緒やと思う。おんのかな、おったんかな、昔そういう先生って。それはいるでしょ、熱血。うん、今でもおるやろ。おるかな。まあでもそれはいますよ、うん、てかやっぱやりにくい、もともと熱血やのにそういういろいろあって封印してる先生やっぱいるでしょうね。そうや、あ、その先生たちにちょっとメッセージを。ほんだ、いや、これもしかしたら聞いてる中におるかもしれんから。先生絶対聞かないし、俺の感じは。分からんで、分からんで。先生、負けといてくれ。とりあえずシーム、モアイに。あ、モアイ、モアイは誰も、モアイに謝るわ。竹本君いじめてすみませんでした。誰や、何の話やねこれ。モアイ、中学校先生ちゃうからな、俺。え、でもほんまに俺はもうその先生たち思うけど、ほんま、あの、あんたらのおかげで俺らみたいな考えできる人は生まれてるから、もうずっと続けていってほしいな、俺。負けないでいってほしい。あの、できることはするし、俺らも。
親とな、喧嘩するぐらいの覚悟で言ったらいいんだ。うん、ほんまに。だから要は俺ら中学校とかやったら、もう言うてもわかんないですけど、まあそういう丸山のっちゃんとか期待しましたけど、俺らを叱りにちゃんとやらんがいって言うて、うん、そういう感じで、お前ら勉強しんがいって言ってましたけど、うん、今考えたら、やっぱりああいうドラマもそういう風にこうね、うん、やっぱもっと先生がいかなあかんでみたいな感じでやったっすよ。そうやな、まあ、あんま出してほしくないなと思ったけど、まあ、ちょっとな重鎮すぎてまあまあそういうことやな。でもそれはそうだ、うん、そういうことよ。だからもう負けんといてほしいとな。間違いない間違いないっていうのは、まあ今めっちゃ長々と喋ったけど、いろんな話、まあまあ熱くなるな俺ら、やっぱり。そうやな、うん、こういう親もなごたごた言うなと。そうそうそう、いちいちそう、親にほんまに子供と疲れたぐらいでな、なん預けんなと。もうお前で勉強教えろよほんだから。いや先生にしばかれたとそんなんはまああれですけど、その誰かに叩かれたとか、そういう子供同士の喧嘩で喧嘩にだっ突っ込むやつな、首突っ込む親は過保護もええとこや。それはまあこうしばかれたら腹立つ気持ちは絶対腹立つと思うんですけど、最後絶対にもう一回今度行ってこんがいっていうのは普通ですよ、うん、そこに喧嘩にいちいち学校まで行って親同士の話し合いでみたいな、そんなんちゃいますよ、うん、もうアホすぎるやろそういう親。ちょもう来い芝居たるな、そういう親ちょ全員なあ、シンバ俺とシンバで行こう。あ、俺もっすか、うん、行きましょうな。たった来ましたな、行きましょう。後ろでちょっと隠れといていいですか。アホかもいや、ほんまにな、せやて、ほんまに。ほんまに、今うちのティートもシジトも言ってたけど、まあ、シンバは賛成みたいやけど、そういう親に。え、賛成ちゃう、ちゃう、どこらなんだよ、子供に。でもほんまに子供同士の喧嘩にな出てくるやつ、どういうことやん。おったもん、ほんまでも。おった、わざわざ家にまで来るやつ。ああ、おったおったおばあんとかな、うちの子供よ。おったおった、俺もあったもん。マサオの親父に首絞められたもん俺。実名でほんまにロンパ元気してんかな。それはもう元気満タンでしょ。そう、何を言うても今後自動車すかな。ええね、ほんまおったおった、子供の喧嘩出てくるの。あ、自分の子供も悪いっすもんね。せや、悪いとこあるっすもんね。そうそう、もう子供同士の喧嘩にな、もうそう相当な理由だったらええけどさ、うん、もうな、ほんまにいじめられてるとかな。そう、まあ、そんなにいじめられてる子にかって原因あんのじゃボケ、まあ、そんなもんな。それはもう絶対なんもないのに子供はいじめへんってな。顔がムカつくとかあるけどさ、たまに、うん、それはまあ一つの、うん、それもまあ一つの原因ですもんね、うん、でもまああったけど、その顔ムカつくやつが例えば今度格闘技してたわけ、うん、顔ムカつくやつさえけど逆にめちゃくちゃ強かったら、うん、あれっすもんね。せや、無敵やんな。自分が強なったらな。そうそう、それでいいか。大丈夫、自分しっかりしてたらいいんですよ。せや、自分どんな状況だよね。うん、せや。だからまあ最後にせやな、まあ、この辺にして T2 からちょっとイベント告知など。来週金曜日にちょっとビジネスカードをリリースされたそのまたツアーが、次はまあ名古屋ということで。いつ？6月11日ね、金曜日。名古屋のどこで？シャリタ。いや、わかんないですよ。シェルター。シェルター。シェルター。名古屋のシェルターで6月11日、マットアイズ。で、まあ、次の日は、オトショクとキューティーのコラボイベント。それも、リリースライブということで、ピックアップで出させてもらうんだけど、うん、まあ、またよかったら。どこで？それはクラブブリッジで、奈良のコンディノブリッジ、ゲストとかにもまたフィルモア君とか、うん、ディスティノ君とか、うん、ウェスターを代表するな俺多分。あ、あのチャリンコ持ってるやつやろ。え、ちゃうかった。せやな、まあまああいつらも来るらしいし。だからまあ近郊の方はね、ぜひともマットアイズ見に行ってください。間違いないよ、ライブやな。よかったら遊びに行こう。間違いない。いや、よかったら、しかも、まあ、来てくれよな。せやせや、そこでな、あったら政治の話もできるしな。うんうん、しばらくしてたんですね。結局、何もな、することないやったら遊びに来いって話だな。うん、一緒に遊ぼうよ。
そこな。まあちょっとお金はいるけど、まあまあな、その分楽しめるよと。そうそうそう。T2 にまああのテキーラなんか覆ったって。うん。覆ったってやから。とりあえず好物なんで。まあまあそういう感じで頼んどくと。いう形で。もう終わりますか？終わりましょう。まあまあまあ、最後ちょっとあんま喋ってない、シンバが。ちょっと締め言おう。締めて。締めて。お前。締めすか？どう締めるの？お前どう締めるの？リアルタイムでお前聞こえて、そんなお前恥ずかしいぞ、お前。どう締めるんすか？さっき言った言葉や。どんな状況だよ、自分がしっかりしてたら。だから、バシッと締めろ。最後締めたってくれ。バシッと？うん、いいけど。何でも言う。じゃあまあ、お疲れ様です。お疲れ様でーす。ほな、また来週。はい。